孫策、命知らずな男よ。どうやってレッスンを覆すおつもりかね、太子寺殿。誰だ貴様、どうやってここに入った。我が主、炎術よりの異門の品です。形勢逆転の秘策がこの中に。小覇王が覇王になっては炎術様も困るのです。敵からの貢ぎ物だと愚弄するか。どう思うかはあなた次第ですが。尊敬様、竜陽が兵を捨てて撤退。奴の放った妖魔が敵味方見境なく襲っている模様。なんと冷酷な。伝令によると、戦場は竜陽の放った妖魔であふれ、竜陽軍の兵士にも多くの犠牲が出ている模様です。太子寺は味方や民を守るために孤軍奮闘しているとか。無理をせずお下がりください。
太子寺は忠義の師なら主君の竜陽は太子寺をないがしろにしているとか彼の窮地を救い説得すれば仲間に引き入れられましょう。これで敵の勢いも衰えましょう。難敵と見受けました。ご用心。
感服いたしました。敵の小鎮ぶりが目に見えるようです。Yeah.
兄上は太子寺との戦いで熱くなっていましたが、あの怒りはおそらく兄上自身に向けてのもの。ああ見えて太子寺には一目置いているに違いありません。
かなそうですね。私に死ねというのか。かたじけない。二度と不覚は取りません。現実からの秘策とやらにかけるしか。少子、たとえここで果てようとこのようなものには頼らん。完全の敵を抑えねば。する暇はないようですね。まずは眼前の敵を抑えねば。どうか無理をせずお下がりください。
追い込むとは大したものです。あと少しです。何も果たせていないというのに。姿になっちまったな。ゲン、コウキ、全力でこのバカを止めるぞ。目を覚ましやがれ。男子たる者、忠厚と誠運に生きよ、そう教える母の声が今も聞こえる。なれど仕えた者たちは義には厚くとも勇に乏しく、おもねる者ばかりを重んじて我が忠に応えることはなかった。異常部として身を捧げるべき人物、それを追い求めて戦場を渡り歩き、生をかけた視線の果てについに見つけた。そしてそなたらは闇に落ちた東方を救ってくれた。七尺の剣を帯び、天使の傷橋を登る男子の本懐、遂げるまで死ぬわけにはいかぬ。主にようやく出会えたようだ。
兵を集め貴殿への忠義の証としたい。兄上、良いのですか。奴は忠義を貫き死さえ乗り越えた男、必ず帰ってくる。よし、次どこ行く。俺たちの新たな船での始まりだ。もう一人仲間に引き入れたい男が。すでに手は打ってあります。共に時代を切り開けだと。周りくどいことは。